は少し長いけど、でも最後まで読んでよね。一人ぼっちが寂しいなんて知らなかったわ。全部砕け散ったあの夜に思い切り泣いてグッバイ。疲れ切った恋愛にこの部屋の鍵をつけて返すわ。おっと、お客様失礼いたしました。あまりにもお店が暇なので店のカラオケで歌ってしまってました。この歌ご存知ですか？私がモーニング娘。の曲で一番好きな曲です。1999年にリリースされたモームスの4枚目のシングルなんです。今日はちょっとあるニュースを聞いて歌いたくなってしまったんですよね。人気アイドルグループモーニング娘。メンバーだった福田明日香さん35歳がヘアヌード写真集パッショナブルを6月19日に出版することにした経緯について、妥協したくなかったので7年かかりましたと明かしたっていうニュースが入ってきました。福田さんは昨日4日ツイッターでファンから寄せられた質問に回答。なぜヘアヌード写真集を出そうと思ったのかっていう質問に、ヌード写真集はずっと前から表現したい形の一つだったので、出版社やカメラマン全ての方にテーマをお伝えして実現しました。妥協したくなかったので7年かかりましたと答えております。出版についてモームス時代に所属した事務所に報告したのかという質問には、ちゃんと伝わってるかは分かりませんが、私が写真集の出版に前向きな考えを持っていることは話してありますと回答。また表現者としての思いを尋ねられると、すごくお答えしたいですが本編を見ていただくしかありません、見ていただければ伝わると思いますと答えました。福田明日香さんは98年の1月14歳の時にモーニング娘。メンバーとしてメジャーデビュー。学業優先を理由にグループを卒業し、芸能界を一時引退しましたが、2011年にボーカルグループピースストーンのアスカとして芸能界に復帰しました。2018年の1月にはデビュー20周年記念日に開催されたハロープロジェクトのツアーコンサートで、初期メンバーの5人がサプライズ出演。福田明日香さんも感激の涙を流していたそうです。あと AV 出演、アダルトビデオ出演の可能性についての質問にも対応。オファーは来ておりませんがとした上で、私のやりたい表現活動には入ってないのでお断りすると思いますと答えました。モームスの OG でヘアヌード写真集を発売するのはこれが初めてです。プロデューサーは脱がせや毛の商人の異名を持ち、去年の9月に他界した出版プロデューサー高須元人さん、享年71歳の長男で、モッツ出版代表の高須元一郎さん42歳が担当いたします。毛の商人ってなんやねんって感じですよね。ちょっと笑っちゃいました。お客様はこのニュースについてどう思われますか？結構モームスは初期メンバーの方が私は好きだったんですけれども、好きなメンバーがいたらコメント欄でそちらもよかったら教えてください。今日はちょっとお酒の話を触れるの忘れてたんですけど、バーまどろみでは美味しいお酒と一緒にいろんなお話ができたらと思います。またのご来店お待ちしてますね。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。